歯司会のうち皆兄弟なりと仏な仏な仏な昨日はですね <coughs> <coughs> 佐々木千住先生が1923年の2月にですね、えー、この2度目のカナダ海峡者に任じられたとでその任じられたのはこれどうしてかと言いますとあのカナダ教団がカナダのまあ結局はバンクーバーのお寺が真っ二つに割れてしまった カナダの信徒さんたちが真っ二つに分かれてしまって非常にこう険悪な状況であったのでそれをこう収集に行かれたということでした。でこれはなぜかと言いますと、まあ、加藤軍内っていう2代目の皆教師さんこれ交代して3代目の皆教師さん重野純一先生っていう方と交代をなさらんなんということでしたが加藤さんがもっと痛かって。 も,もっとと痛いとでそこで三代目に来てもずっと居座るんないことでね三代目の重野先生に対をこうあることないことを批判したくったり、えー、ない話作り上げたりしていじめたくってでそれが故に重野派と加藤派に二、まあ、つに分かれてしまったとそういうことがあったんだということをお話をしましたしかしその時も申したようなことで 重野、えー、先生を擁護する立場の記録しか残ってないんで本当のところはうどうか分かりません一方の話だけ聞いて、えー、一方はもう自分の有利なことばっかり言うてね相手のこう都合のいい、ねえー、相手にとって都合のいいこと自分にとっては都合の悪いことは喋らないんで <laughs> あなたはよくあることですから片方の話ばっかり聞いとってだそうですかそうですかうん <laughs> と書いて言うとったらとんでもない目に遭いますね それと一緒で本当のところはよくわからないんですけどまあ結果としてはバンクーバーの浄土真宗が二つに分かれたということだけはこれは間違いないんです。でそれによって本当に将来即職望されていた重野純一先生お寺さんお坊さんをお辞めになってでトロントに引っ越してトロントで命を終えていかれる加藤さんに従ってこんな問題を起こすわけやから。 後からい,い人生を送れるわけはないんで、で誰もこう得するものはないと。というじゃあどうして加藤さん言い続けたのかって買ったのかなーってね、これはですね、やっぱまあ言うたらまあお金の話でさ、用はね。で、えー、どうしたってその交換レートがね、円ドルの交換レートで飛んでもらうことになりますんで。 それこそ普通に1日働いてるのが、えー、バンクーバーで1日働いたら日本で10日にも七、うんねえー、日にも1日にもなるようなそういう賃金になるとでそしたらバンクーバーでドルでお伏をもらったらね日本に帰ってきたらその7倍とか10倍になるわけですから、えー、そんなおいしい話はありませんね。 えそんなふうにしてですね、あの海峡山の行く遺かんいうのもね、あるいは海峡者日本に帰ってこられる帰ってこられないいうのもね、これはものすごくやっぱ経済的なものとやっぱ大きく深いつながりがありますね。やっぱバブル期のことを考えてみたら、<coughs> バブル期なんかやっぱり、要あの海峡山ハワイとかがやっぱ帰ってきてはりましたね。えー そんな形で帰ってきてはりました。やっぱり日本の方が経済的に魅力的な場所であったからだしそしたらそれも逆になぜ行かれたかと言ったらやっぱ経済的に魅力があるからということがやっぱりありますね。昭和4年にバンクーバーの総領事であった杉村さんという人はね大まかに言うとこういう文章を日本に送っておられます。西本願寺に あまり若い海峡市どんどん送らんようにしてほしい言うて要請したいとこれはどういう内容をてというと言ったらね日本からたくさん業産若い海峡市どんどん来よるとだその若い海峡しあの若いお前から、まあんま若いから関与んいうもんでもないと思いますけども、まあ、要はうこの人の言うてはる通りに言いますと、えー、若くて経験が足りなくて僧侶としての実力がないと。 えー、そういう若い人はどんどん来るもんやさかい、えー。その人に給料払わんなあかんか,から、えー、バンクーバーの日系人の人たちは非常にその経済的に疲弊しちゃうと。えー、こんなにたくさん来んだもんや。で、その来る人間も資質が非常に総理としての資質が非常に低いって。だから、みんなのためにあのバンクーバーに海峡しを送らんといてくれてね、あまあ、最低限必要な人はもちろんそうではないんでしょうけど。 あんまり過剰に送らんといてほしいと言って、えー、そういう文書が国立公文書館、見探してもらったらすぐ見つかりますから、見てもらったらいいと思います。えー、そういったものがあると。で、これどういうことなんかなー言って思ったときに、なんでそんな人間、バンクーバーに来たのあるのかなーって言ったら、これはやっぱり、まあ、儲かるからです。えーね、やっぱこれね、やっぱり、こう、為替レートってのはやっぱ大きいですよ。ね でそういうことなんでそうするとどうしても資質的にやっぱ書ける人間が集まっちゃう,うのはその杉村,杉杉村、えー、総庸寺の文章にも表れてるけれども、えー、このトロント仏教会が出したのかな「仏教当然」っていう本があります。でテリー・ワタダっていう人が著者として書いてはるんですけども。 やっぱり1930年代の段階でもやっぱり同じような状況をやったみたいで、海峡師さんはね、朝から酒飲んでね、から昼から酒飲んでね、でその場でけん爆虫って喧嘩しとったとかね、えー、そういうようなことやっぱ書いてありますね、えー。あの、どの、なんていうかな、えー、みんながそうであったとは思えないけども、やっぱそういう人も一人ならずいはったっていうことなんでしょうね。でそんなことやから、 そんな人らは何のために来るのかというと、やっぱまあ、儲けるためですよね。うん、で、えー、そういうようなことが書かれてますね。だから、だからえってそれね、あの、なんていうんだろう、みんながそうであったってことでは全くないわけで。うん。やっぱりた、えー、例えばですね、あの、ハワイの海峡のところでご紹介しました、松浦修雲先生っていう方は、やっぱり、えー 奥さんが七夜にね、えー、着物とかを入れて、でそのお金で持って伝道、布教伝道のためのお金を作って、でこうこれこれこそ一生懸命というのかな、本当にこうお歴史的を残すぐらい一生懸命開教しておいでになったわけです。お坊さんとしての役割をお一生懸命果たしてきはったわけです。で、えー、そういったことを考えたときに。 みんながそうであったわけじゃないんやけど、そういうことで10人以来10人の海教師がいるわけですから、立派な方も言いはったんだろうけれども、立派じゃない人もいあのまあまあ言いはったということなんでしょう。で、そういうことでですね、昨日もちょっと申しましたけれども、カナダ教団には3つの大きなスキャンダルがあって、海教師さんたちがですね、その中心になっていると。 で加藤さん、重野さんの話はよくわからないというかね、片方のことしかわからないから、どっちが仲いいとか、そういうことは、どっちが正義でどっちが邪であるかということは、それはからないんだけども、やっぱり、あの全般に言えるのは、やっぱ、お金の話ですね。で、お金の話によって、海峡さん海外に行ったり行かなくなったり、そういうようなことは、確かに。 ああると思いまますけど、まあ、これはまあしかし、ね、生身の人間で家庭を抱えてるゃあ,ある程度はあることやからこれは自体は責められることではないけれどもしかしそれによってやっぱりこう教団が対立したりとかね、うん、から昨日お話をしたようなことでこれはもう西本願寺に言うとったままあかんいうて西本願寺ともめまして。 でこう東本願寺教団に移らはった泉田順次郎さんのところまで行ってですよ北米まで行ってでこの開教さんお東の開教さん派遣してほしいって頼みに行かはった人たちがいはったんですでその人たちがの要請に応えてお東の開教さんを送らはったとでそれがこうどうしてそういうことになるかといったらこの滋賀県におけるう アメリカ村のチャンピオン横綱はですね、八坂なわけだけども、八坂には3つのお寺があって、その3つのお寺のうちの2軒までがお東で、1軒だけがお西なんですよ。で、要は逆に言ったら3対2でね、簡単に言うたら3対2で、お東の方が五門徒が多いと。八坂の人を3分の2がざっくり言ったら、こう、東の五門徒であるわけですから。 あですからあ、まあ、これでかなりの数になりますしそれからスティーブストンの,その和歌山県の方々の母村のですね三尾村っていうところも浄土真宗についてはお東のお寺なんで,でそうすると三尾村出身の方々と八坂の人だけでも十分寺一軒ぐらい開峡さん一人ぐらい雇えるだけの,あの人数がいたわけですからでそこで 八坂のですね両都五寺っておうお寺の、えー、ご出身の若い方が開教師さんになってバンクーバーにあのこうお東のバンクーバーの仏教会をそういう形で、えー、揉めたんで揉めてこれはいかんいうことで、えー、お東から送ってもらった開教師さんが言いはった時代もあったんですけれどもおまあこちらの方はあんまり短期間でちょっとうまくいかなかったようですね。 まあしかしこれも揉めなければそんなことにはならなかったんやけどやっぱ揉めあの金銭的なことは理由で揉めてしまったりもしていますね。でそういうようなことでですねなかなか海峡資産いうっていうのは私たちなんかにしてみたらすごくあのこう雲の上の存在ですごく偉い人たちもちろんそんな人もたくさんいはるんですけど、えー、そうやけどそうでない人もまあたくさんいはったんかなということを教えられる。 えー、そういう事件だったかな重、えーね、野先生加藤軍外さん悪者にされてる加藤軍外さんを悪者にしてる人の言い分を聞いてるとそういうような形になっちゃうのかなということですで、えー、ところがですね,ねこの千住先生の話に戻りますと、えー、2度目のカナダ海峡は大変な難事になるはずでしたが 意外にも2ヶ月ほどで終わってしまいまますなんで終わってしまうかと言いますとですねやっぱこの本願寺にとって最重要な人物であってまあ結局カナダのことをよく調べてみますから分かるんですけどやっぱまあ世界の中心でもありで例えば日系人の人口がたくさんやいうことになるとやっぱまあ大体5倍ぐらいなんで合衆国本土の方がカナダの5倍ぐらいあるんで。 やっぱ重要な海峡地点というのは合衆国本土ということでおそらくですけども佐々木先生のような非常に優秀な人物っていうのはやっぱりあの北米の海峡総長として北米のヘッドとして、えー、こう活躍してほしいという思いがあったのかなと思いますが2か月ほどでカナダから今度は西本願寺の北米海峡総長代理ですね、まあ、代理いうあも総長なんですけど 海峡総長さんということで北米に移ってしまわれます。で、1923年からの2年間をこの非常に重要なお仕事の遂行にこう当てられました。先生、53歳から55歳の時期です。でこの時に例えば、敗日民法であったり、そういった形で完全に。 移民ができなくなったり肺、はい、にねこうどん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 風当たりが非常にきつくなった時期でありましてでこの時こういう非常に困難な時期に北米の海峡総長をお務めになっていったそういう大変つらい時期だったと思いますねでこの,この時期にね僕いつも思い出すんやけど私の近くに「新害」というね ものすすごくあありりががたい村がありますでこの侵害っていう村からカナダにも養鶏行ってはったんですけどカリフォルニアにも養鶏行ってはったんです。でそのカリフォルニアに行ってはってちょうどこの佐々木先生が赴任して海峡総長代理ってまあ海峡総長なさっていた頃にちょうどあのこう完全な排日移民法ができちゃったんでそれであのこう侵害の人たちが もうちょっとここでお百姓をしていくことはこれ不可能であるということでまた侵害にお戻りになりますしかし、えー、アメリカでこう英語を習ってきましたしで英語をできるようになって帰ってきてるあるいは日世の人たちも侵害に戻ってきてはるわけですからでそれから時が経ちまして戦争あの第二次大戦終わりまして進駐軍がねジープに乗ってホヤって侵害に来はったんやそうです で、その進駐軍の人にですね、えー、こう、そこまで田んぼに使ってこうやって田んぼ、田んぼで作業してはった人らがねあのこう、アメリカ、カリフォルニアで仕込まれた英語でぺラぺラ喋るんですよ。そしたら、なんとこ,、ね、このね、日本のだいぶ偉いような人でも、ね、東京帝国大学出たような人でも、それは読めるのは読めるかもしれんけど、喋るのについてはだいぶと鉛もきついし。 あのこう流暢にほど遠い英語しかしゃべれないのに、なんでこんな、なんちゅうかな、その田んぼに使っとったじいちゃん、ばあちゃんやら、おっちゃんやら、なんでこんな英語できんだよってねん、みたいな。でえ、こう、新中軍の人が目丸くするんです。で、びっくりして、本当なんでこんな英語できるんや、よって、びっくりして、で、で、説明したりするんですね。ここ、たくさんあのカリフォルニアに移民しとってんやと。 えー、ところがあのこう自分たちはどうしてもこの移民を日本,日本からの移民を締め出す法律をいくつも作られて日本からも入れんようにもされるしそれから、えー、こう日本人が土地を持てなくなするどうやってもこうやっても日本人土地持てなくするっていうような法律ができちゃったんで諦めてこちらに帰ってきて地元に帰ってきてで自分たちあの 地元であの田ん,ぼしてるんや言うて説明したああそうやったんか言うてで、えー、こうなあの親中国が納得したっていう話が、えー、侵害の人から聞きましたねそういうことで、えー、この北米はあ随分とねこの時期苦しい思いだったと思いますでそういった時にやっぱりどうしても仏教界の代表として、えー、皆さんの気持ちに沿わなきゃいけないし でやっぱりカリフォルニア州政府とやっぱ成をしていかなきゃいけないわけだから随分と佐々木先生もご苦心あったのかなと思います、まあ、しかしこれも2年で任期を終えられましたねでその任期を終えられました頃仏教界は2世たちの教育のために寄宿舎を置くようになっていましたでそれをですね その寄宿者にあの言い張ったということを先生は佐々木先生は大谷孫友さんこの言うたら御文書の代理ですよねでそして後には拓務大臣とか大臣も歴任したような人なんですけどその大谷孫友さんに北米の状況を説明をいたしますそしたらその大谷孫友氏は自分の目で 北米をこう視察をしなきゃいけないということで最初に1926年の11月からハワイから最初に歩いていかれてそして合衆国本土やカナダを巡をなさいますその自分の目で北米の海峡地がどんなふうになっているのかということを見聞に行かれます。 でこれが保守、まあねまあ、代理ですけど保守が初めて海外のみをご殉教されたこの最初であるとされていますしで千住先生のご報告によってこれはやっぱり自分でよく見ておかなきゃいけないと言って孫悠氏がこの先生のご報告によってこう北米を回られたということですでその後の話なんですけれどもこう 福井に帰りますと富江夫人のお体が非常に悪くなっていることに驚きます。え夫人はリウマチに苦しんでおられたのですい痛かね本当にごんご、お苦しみやったと思いますねで。歩行が困難になっている夫人を連れ先生は善光寺、京都、奈良を旅行なさっています。腰掛けた富江夫人と傍らに立つ千住先生が鹿たちと一緒に写っている写真を。 今これ話しているこれ、種本を書いてくださった元モントリオール海教師で、そして富山大学の教授であったこの高畑高道先生はご覧になっているそうです。長いことね、海外でどん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 動いていくと、で、その時にこの病身の奥さんを一人残してですね、まあ子供さんおられたと思いますが、奥さんを残して日本に。 残して海外で活躍しておいでになった、それはまあ先生にとって大変おつらかったことでしょう。で、こう、海外での任務が終わって、で、こう、福井に帰ってきはったときに、この当時ね、今でもそんな決定的な薬があるわけじゃないから、で、痛み止めの薬もあるわけじゃない、ね、十分な問題はなかったと思いますから、痛かったやろうなと思いますし、 そして歩行困難随分とお苦しみになっていた奥さんのことを忘れるということはなかっただろうけれどもようやっとかあの福井に帰ってこられていやいいよ本当に悪くなっておいでになるなぁと思いでそれでもちょっとでも奥さん喜んでもらわんな、まあ、罪滅ぼしっていう言い方が正しいかどうかは分からないけれどもそうではないよね仕事で行ってはったわけだからそういう言い方はどうかと思うけれども。 しかしやっぱり奥さんの奥さん高校できていなかったなぁと思って先生は善光寺京都奈良っていうのをね一緒に旅行してで少しでも富江さん奥さんの,あの、えー、気持ちが和らぐように、えー、よかったなぁと思えるように、えー、そういうことをなさっていたんかなぁと思った時になんかねなんかこうどんな思いで一緒に回ってあの旅行しておいでになったのかなぁというふうに 思わずにれませんえー、そんなことで、えー、こう海外に赴任される方でなければ経験できないような、えー、こう苦労もなさって、えー、おいでになりましたでもうここでまあ海峡に行かれるということはこれなくなってあとは日本においでになるんですけれどもあそんな形でね、えーこう 長いこと離れておいでになった奥さんと一緒に旅行に行かれているその時のお気持ちどんなものであったかなと思いながら、えー、その思いをね、えー、押し量りながら、まあ、今日はこれでお話を終わらせていただきます。